ご視聴いただき、ありがとうございます。チャンネル登録、高評価していただけると、嬉しいです。視聴者様からリクエストの、NHK 大河ドラマ、太平記 PC エンジンをプレイします。シナリオ2の初見プレイです。シナリオ2は、北畠顕家を中心とする南朝方武将となって、北朝方の敵将を倒すことが目的です。北朝方48武将中、足利直義、河野師直を含む42武将を、250日以内に倒さないとゲームオーバーです。今回は、石高2万4000以下の武将を、部隊ゼロの状態で敵の城へ攻め込みます。部隊ゼロのままで敵と交戦すると瞬殺されます。このゲームの仕様で味方部隊が討ち死にすると、残った味方武将の何人かの士気がに上がります。士気が上がると、部隊の強さが上がるので、弱い武将は、わざと討ち死にして強い武将をより強化する方がいいです。倫理的にはどうかと思いますが、ご了承ください。弱い武将を敵城へ攻め込むのもポイントが2つあります。1つ目のポイントは、強い敵の武将へは攻め込まないです。敵を討ち取った武将は士気がに上がるので、敵の強い武将の士気は上げたくないです。2つ目のポイントは、なるべく同じ敵武将へは攻めないです。いくら弱い敵武将でも、例えば、こちらの部隊を5部隊倒すと、士気が 2×5 で10も上がります。今回の動画では、同じ敵武将へは特攻していません。小国さんの特攻先は、どうも足名も弱いので、どちらでもいいですが、できれば、僻地の道の方がいいです。この敵の上杉は、馬と薙刀と弓が各500と強いので、特攻先にはふさわしくないです。今度は、結城の特攻先を決めます。畠山にします。今度は、お田の特攻先を決めます。佐竹にします。親王の特攻先は武田にします。
小山の特攻先破口のモロ冬は、4万8千国と強すぎてダメです。小山の特攻先は千葉にします。風間の特攻先は小笠原にします。井上の特攻先は桃の井にします。胸、よし、新郎の特攻先ハニキヨシナガにします。姉小路の特攻先はトキにします。小山実隆の特攻先は畠山国清にします。縄の特攻先はエニヤにします。朝山の特攻先は上野にします。小早川の特攻先は吉川にします。
問いの特攻先は河野にします。三つ、よし、親王の特攻先は角にします。阿蘇の特攻先は大友にします。四国の敵は細川が強いですね。特攻先の設定は終わりました。次に実際に特攻させます。特攻一人目。交戦できる城は旗が赤と青で塗られてます。特攻二人目。特攻3人目。特攻4人目。特攻5人目。特攻5人で北畠顕家の士気は8上がりました。特攻6人目。特攻7人目。
特攻8年目。特攻9年目。特攻10人目。特攻11人目。特攻12人目。特攻13人目。特攻14人目。特攻14人で、北畠顕家の士気は16まで上がりました。特攻15人目。特攻16人目。特攻17人目。今度は敵が攻めてきました。次のターンで戦いになるのかな？一旦セーブ。士気が10対0なので戦っても余裕だと思います。特攻18人目。
まだ特攻してない弱い部隊が残ってますが、一旦、特攻はこれで良いと思います。こちらの敗北条件は、北畠顕家が討ち死にしなければいいです。尊い犠牲18人で、北畠顕家の指揮は18。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。